メディアを再生するエライザは、ドイツ・ベルリンを拠点に活動するバンドである。2014年5月に、デンマーク・コペンハーゲンで開催される、ユーロビジョン・ソング・コンテスト2014において、ドイツ代表として出場し、イズ・イット・ライトを歌う。バンド名は、リーダーのエラに由来する。エラは、ウクライナ生まれで、父親は、ウクライナ出身、母親は、ポーランド出身である。エラと、 エルジュビエタ・シュタイン・メッツは16歳の頃、ベルリンのバリコンスタジオでシンガーソングライターとして活動を始める。このスタジオで彼女はイボンネ・グリュンバルトと出会う。その後、各種の音楽イベントを通じてナタリー・プレイガーの存在を知り、やがて活動を共にするようになる。2013年初期、3人はバンドエライザを結成する。2013年3月、 エミール・ベルリナースタジオにて、ダイレクトカットによりレコード収録を行う。レコードは、制作日にちなんで、マーチ28と名付けられ、ベルリナーマイスター・シャルプラッテンから発売された。その後、ベルリンのバリコンスタジオの制作人の協力のもと、デビューアルバムの制作に取りかかる。この年、ウィメン・オブ・ザ・ワールド・フェスティバルの新人賞を受賞する。2014年1月。 Is It ト i g h t Fight Against Myself, With Out の3曲を収録した EP を制作する。エライザは、楽曲、Is It ト i g h t で、ユーロビジョンソングコンテスト2014のドイツ、代表選考のワイルドカードを出場枠に挑んだ。この年のドイツ代表選考では、放送局により内部選出された7組のアーティストに、加え、1組のアーティストを、ワイルドカードとして、 YouTube を通じた公募により選出し、軽発組で競うものであった。イズイットライトは、ワイルドカード出場枠を目指して応募された、多数の楽曲の中からトップ10に選ばれ、ハンブルクのナイトクラブエーデルフェットベルクでのコンサート出場を認められる。この中から、電話投票により、首位に選ばれ、ユーロビジョンドイツ代表選考の最後の1枠を確保した。 3月13日、ケルンのランクセスアレーナで開催されたドイツ代表選考では、他の7組のアーティストとの戦いに勝ち抜き、決戦投票ではドイツで高い人気と知名度を誇るゴシックグループウンハイジヒ、に対して視聴者病の55%を確保して勝利を収め、ドイツ代表の座を勝ち取った。2014年5月に、デンマークコペンハーゲンで開催される。 ユーロビジョンソングコンテスト2014にドイツ代表として出場する。ありがとうございます。